こんにちは。こんにちは。B2C の増永です。野本です。今日は求人の動画になるんですけれども、今日はいつもと違って、B2C の朝から晩までの1日をダイジェストで紹介していこうと思います。どうぞ。B2C は11時で営業スタートですが、9時頃に出勤します。おはようございます。朝レッスンを行っているからです。営業後では時間や疲れなどで集中できなかったり時間が短くなったりしちゃうので、朝レッスンをメインにしています。レッスンが終わったら10時20分から掃除をしていきます。店内と店外を分担してみんなで掃除していきます。11時から営業が始まります。基本的にはカットやカラー、パーマなど美容師の仕事をしているのですが、髪の毛だけではなくネイルやヘッドスパ、着付けなど美容に関することは多くの技術をしています。空いている時間はレッスンや動画制作など時間を無駄にしないように過ごしています。そして営業の終わりは20時から21時頃となります。お疲れ様でした。はい、いかがでしたでしょうか。 B2C ではこんな感じで1日営業しております。他にもお店の紹介動画はここの、動画でありますので、こちらもぜひご覧ください。何か気になることがやご質問があれば、Twitter、インスタ、LINE もやっておりますので、そちらでどうぞじゃんじゃんご質問ください。それではさようなら。